柳生心眼流の流祖は江戸時代の初期、仙台に住んでいた竹永隼人兼次という兵学者である。隼人は鶴竜を学んだ後、自ら工夫して心眼流を編み出し、多くの師弟を育成した。後に江戸に出て柳生但馬守宗則に師事して新影流を極め、許されて柳生の名を用い、柳生心眼流と改めた。晩年隼人は北上川下流宮城県物尾に居を設け、同地の遠藤藩士郎に奥義を伝授した。北上川の堤防を背に、竹永隼人の古い歴史を語る顕彰碑がひっそりと残っている。東北各地に広まった柳生心眼流は、中興の祖と言われる小山左衛門行久を経て、幕末に至り仙台藩養賢堂教授となった星定吉の代から一子相伝となり、今日まで続いている。第十三代宗家は星彦十郎、そして現宗家は彦十郎の四男国夫である。甥の誠一、流神館館長とともに甲冑着用の型をはじめ、剣法、柔ら、居合、棒術など多くの隊律の伝承に努めている。現在流神館本部のある宮城県波佐間町にも、多くの門弟たちによって建立された竹永隼人の顕彰碑がある。ではこれから柳生心眼流の技の紹介に入ろう。まず基本の技。基本の技にはこの7つの技がある。そしてこの7つの技の演武にあたっては、このような3つの型があり、基本技は合計21か条となる。では基本の技7条をまず表の型で続けて紹介することにしよう。表の型は棒術の基本型であり、毛足、車取り、扇の型などが入っている。はい、最初の技、肩際は片腕で胸ぐらをつかまれた時、はい、体をかわして車取りの変化をし、毛足とともに威嚇しながら体当たりをする。次の両着は肩着と同じように見えるが、両腕をつかまれた場合である。この時は半身に体を変化して相手に体当たりする。はい、次の袖付きは相手が武器または拳を持って脇の下を突いてくる時に、体を変化しながらこれを払う、または落とすなど速い動きの技である。次の打ち込みの技は、相手が拳や武器で頭を打ってくるときに体をかわすとともに払い、足腰の変化で相手を倒す。続いて折り取り、相手に右手で胸ぐらを
左手で前の腰帯をつかまれた場合、体をかわすと同時に左腕を落とし、体率の変化で払い、突き、蹴りなどに行く。襟取りの技は、相手に後ろから右手で襟首を、また左手で後ろの腰帯を取られたとき、体をかわすと同時に左腕を落とし、体率の変化で払い、突き、蹴りなどに行く。最後の技、大絡みは、相手が後ろから両腕を抱え締めに来たとき、体をかわしながら前向きに毛足とともに体当たりをする技である。今度は同じ基本技七条を中国の型で、この型は足、腰、体率の変化の速い動きを必要とする。では初めに、肩着の技。これは表の型での演武と変わらないが、足、腰の変化が速く、ことに腰と腕の回転が表の型と異なっている。次は両着。前の肩着と大きな変化はなく、体の変化の基本である。次の袖付きは、胸などをついてくる相手を体をかわして、相手の力を利用する体術である。今度は、面に打ってくる相手をかわし、払って体当たりする打ち込みの技の中国の型である。折り取りの技は、体をかわしながら両腕を落として払い、体の変化で相手を倒す。続いて襟取り。相手が後ろから襟と腰をつかみに来た場合、体をかわしながら両腕を落とし、体当たりで相手を倒す。中国の方の最後は大絡み。相手が後ろから両腕を抱きつきに来るとき、体をかわして相手の腰に体当たりで威嚇し倒す技である。落としの型は剣を用いる基本であり、腰を低くすることにある。今回は7つの型のうち3つを紹介しよう。最初の技は肩着。前に紹介した表の型、中国の型と全く同じ動きであるが、体をかわしながら深く腰を下ろすところが異なっている。続いての袖付きも前の2つの型と同じに見えるが、これは奥義の伝授の基本型に利用するための型である。最後に大絡みを落としの型で、技の展開は全く同じで、向き直ってから後、腰を下ろしながら絡み落としに行く点が、表や中国の型と異なっている。では、異なった角度からもう一度。棒の型の修練は、槍の刃先を切り落とされた場合、手元に残った柄の部分をそのまま武具として使う。まず六尺棒の技を3本。はじめは汗棒。これは柳生心眼流棒術28か条の基本となるものである。表棒の技は足狩り、胴打ち、面打ちの型で、体をかわしながら相手を威嚇する。